中学受験のリスタート、たかしです。今日は小学生におすすめのシャーペン、これをやってみようと思います。自分が使ってみるのももちろんなんですが、教え子が使っているところ、もしくは我が子に与えたシャーペンなんかも考えながら、今自分がおすすめするシャーペン、これを紹介しようと思います。では、始めるよ。で、おすすめのシャーペンっていう話なんですけど、いきなりなんですが、できたらやめてほしいシャーペンから紹介しようと思います。まず、フリシャーです。こうやって振って芯を出すタイプのシャーペン。これ、いろんなメーカーでも出てるんですが、できたらやめてほしいシャーペンです。理由はまずこれ。この動作が非常に目障りに感じる人が結構います。特にシャーペンの調子が悪くなったりした時に男の子なんかがシャカ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 ってやり出すと隣の女の子がやめてよっていう感じでクレームが来る時もあります。さらにもう一つこれ、調子が悪くなって分解をした時にその芯を繰り出すための重りが中に入ってるんですが、これが行方不明になりがちです。スルッと抜けて丸いので床をコロ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 って転がってどっかに行っちゃう。そうすると、フリシャーはただのバランスの悪いシャーになってしまいます。よく授業が終わった後の教室を掃除してると、その重りが教室の隅に落ちてるわけですね。そうすると僕は、あ、今日も一つフリシャーがただのシャーになってしまったのねっていう気持ちになってしまいます。で、さらにもう一つ、100均のシャーペン。これはできたら避けた方がいいと思います。理由はまず、品質が担保できないっていうことです。最近100円ショップのシャーペンでも結構いいシャーペンあるんですが、そうじゃないものも混じっています。そうするとやはり故障しがちっていうことがあると思います。授業で見てるとシャーペンが故障する。そうするとすぐに違うシャーペンに持ち替えてやればいいのに、授業中に修理し始める子って結構多いんですよね。くる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 ってこうやってやってるんですよ。その間にそのシャーペン代分の授業やってるよっていう話なんです。で、もう一つはこれ。やはり100均のシャーペンっていうと大切に扱われない可能性があります。これは100円だからっていう意味ではありません。小学生にとってシャーペンっていうのは大事な道具なんです。例えば料理人における包丁、カーレーサーにおける車みたいな感じで仕事をするための道具です。なので友達同士の話なんかでどんなシャーペン使ってるのっていう話は出がちです。その時に自慢する必要は全くないんだけども、恥ずかしくないシャーペンを使わせてあげる。こういうのは塾生活を快適に送っていく上で意外と大切な要素なんじゃないかなって思っています。で、この子供におすすめのシャーペン、実は子供にもよく聞かれるし、親御さんにも時々聞かれたりします。で、以前から何がいいのかなってずっと迷っていました。で、前におすすめしていたシャーペンをご紹介しようと思います。まず、ペンテルから出てるオレンズっていうシリーズ。これは芯を保護する機構がついています。なので、0.3 ミリの芯を使っても折れることがない非常に優れたシャーペンです。かつ、上位機種のオレンズネロっていうものでは自動に芯も繰り出してくれます。つまり、使った分だけノックをしなくても自動的に芯が出てくるんです。これ非常に快適なんです。これを以前おすすめしていました。ただ、これ自分で実際使ってみると、いくつか気になることがありました。一つは、これはペンの使い方にもよると思うんですが、その芯を保護するためのパイプが常に紙に接してる感じになります。なので、書き方によっては紙の上にそのパイプが触れてるのが引っかかるような気がして、ちょっとその感覚がどうかなって思いました。もう一つ、上位機種のオレンズネロは実は3000円ぐらいします。やはり小学生に与えるにはちょっと高いかなっていう印象はあります。そしてもう一つ、三菱から出ているクルトガです。これは実は今ではおすすめしてないっていうわけではありません。やはり多分塾での使用率はナンバーワンのブランドじゃないかと思います。その理由はやはり芯が自動で回転して常に尖った感覚で書ける。この機構が非常に優秀だと思います。で、ただ、これ、好みの問題なんですが、自分で使ってみると、これは芯を紙に押し付けた時に、その芯を回転させる機構を動かすために、芯が微妙に上下に動きます。この動きが私はちょっと気になるようになりました。で、あと、クルトガで気をつけてほしいのは、機種がたくさんあります。で、ジェルグリップのものとか、金属軸のものなんかもあるんですが、これは若干ペンが重くなります。なので私がおすすめしているのは一番シンプルなもの、
このタイプですね。これが一番軽くていいんじゃないかと思います。で、このペンの重さなんですけども、いや、そんな数グラムのことだからあんまり関係ないんじゃないのって思ってしまいますよね。ただ、私はそうではないと思っています。小学生の特徴なんですが、これ、手は結構大きいんです。ただし、握力は非常に弱いです。例えば、手の長さ。ここから中指の先っちょまでの長さなんですが、成人男子の平均は180ミリ。小5の男子の平均は150ミリです。つまり、手の大きさそのものは大人とあまり変わりません。6分の5ぐらいの大きさだと思ってください。それに対して握力は30代後半では47キロぐらいあります。これが小学5年生の男子16キロしかありません。つまり手の大きさは6分の5でほとんど変わらない感じなのに握力はたったの3分の1しかないんです。これは私も実感します。よく休憩時間なんかに握手をしてこの握力の度合いをこう比べ合うみたいなことをするときありますよね。その時に小学5年生とかだとめちゃくちゃ顔真っ赤にして握ってるのにこっちは本当に握ってんのぐらいの感じになる時があります。それぐらい小学生の握力は強くないものだと思ってください。するとこういう懸念が生じます。大人が普通に使ってるものの中には実は小学生にとっては重くて扱いづらいものもあるんじゃないかって思っています。例えば、鉛筆とかシャーペンの持ち方が、なんかこう握ったような変な持ち方の生徒ってたくさんいますよね。そうなってしまう理由の一つとして私が思っているのは、正しく持とうと思ったら持てるんです。で、こちらの方が動きやすいんだけども、この持ち方だと筆圧が出ないんです。つまり、紙に濃い字を書こうとすると、この持ち方じゃうまく書けない。そこで押さえつけるような持ち方、上からかぶせるような持ち方についついなってしまう。こういうことがあるんじゃないかなって思っています。なので、小学生に与えるペンは、まず軽くて滑りにくいものっていうのが大切になるんじゃないかって最近思っています。ということになってくると、理想のペンって何なのかっていうと、実は鉛筆なんじゃないかっていう話も出てくるかと思います。で、もちろん鉛筆、非常におすすめです。鉛筆使ってる生徒もたくさんいます。重さは軽いですし、持ちやすさはやはり抜群かと思います。で、ちなみに鉛筆を使うときも100均の鉛筆じゃなくて、このユニ、これおすすめです。さらに追加しとくと、ユニは3つシリーズが実はあります。安い方から順にユニスター、ユニ、ハイユニっていう風に3種類あって、ハイユニだと1本100円ぐらいする超高級鉛筆です。で、ただこのハイユニなんですが、私使ってみて全然ユニとかユニスターとの違いが分かんないんです。で、これ分かんないの自分だけなのかなって思ってたら、知り合いの芸大でデッサンに使う鉛筆ですね。で、これでハイユニとユニを比べてみたんだけど、全然違いが分からないって話もあったみたいです。そういう鉛筆を本気で使う人でも分からないぐらいだから、僕らには分からない世界だと思います。なのでおすすめはユニないしはユニスター、これで十分かと思います。ただこの鉛筆なんですが、持ちやすさ重さはベストなんですが、やはり欠点があると思います。何かっていうと、学校で使う分ならいいんです。学校程度の書く量だったら鉛筆でも全然大丈夫なんだけど、塾で1時間半ずっと書き続ける、こういうふうに大量の筆記をする場合は、鉛筆はいい書き味の時間っていうのが非常に短いです。すぐ芯が丸くなってきて書き味が変わってきます。こういう大量筆記の場合は鉛筆はやはり向かないんじゃないかと思います。さらに追加すると、線の太さが変わってきますよね。そうすると中学受験の例えば算数とか理科とかの作図の補助線なんかを入れていくときに、そういう太い線っていうのはやりにくいわけです。なので、細い線が常に出せるシャープペンシルがやはり便利っていうことになってきます。で、もう一つ、個人的に自分が子供の頃に気になっていたことがあって、私も体格が非常に小さかったんですが、鉛筆って長さによってバランスが変わるんです。私は使いたての鉛筆、あの長い鉛筆はお尻の部分のモーメントが何か大きく感じて、なんか書きづらかったんです。なので半分ぐらいの鉛筆が一番書き良いなって使ってました。そうするとさらに鉛筆は使える寿命っていうのが短いものになってしまいます。
ということで、理想のシャーペンは鉛筆に近いシャーペンということになります。では現在のおすすめのシャーペン1本を見せる前に簡単にまとめておきます。小学生におすすめのシャーペンの考え方です。まずフリシャーはできたらやめてください。塾の勉強の邪魔になる可能性があります。そしてあまりに安すぎるシャーペンもおすすめしません。生徒にとってはその使ってる道具、みんなに見られてるものなんです。ただかといっていたずらに高価なものはやはり小学生には渡しづらいでしょう。さらに小学生は大人の3分の1の握力しかないっていうのは覚えておいてください。ということで結論、1本これがおすすめっていうシャーペン、私はこれをおすすめします。ステッドラーの92515というシャーペンです。これはドイツのステッドラー社から出ている製図用のシャーペンの最も廉価版のものです。この製図用のシャーペンというのは結構使いやすいです。パイプの部分が長いので手元が非常に見やすいです。なので使ってる生徒も多いです。実は先ほど申し上げたクルトガのデザインも製図用のものが元になっています。ただしこの製図用のシャーペン、重いものが多いです。この92515の上位機種の92525っていうものがあるんですが、これは金属軸になっているので小学生にはちょっと重すぎると思います。ただしこの92515の場合は軸が樹脂でできています。なので重さはわずか 9.2g しかありません。非常に軽いペンになっています。このペンをおすすめする理由、まず単純にかっこいいと思います。ぜひ実物を手に取ってもらいたいんですが、このステッドラーって書いてあるあたりがもうすでにかっこいい感が満載です。そして手で持つところも製図用独特のデコボコの加工になっているので非常に持ちやすいっていうのもあります。そして次、なのにもかかわらず実はこのシャーペン定価500円、 Amazon で買うと300円台で買えます。つまりオレンズネロ1本分でこのシャーペン10本近く買えます。そんなに使わないですけどね。で最後、一番大切な点、軽量で低重心のペンになっています。一度持ってみてください。非常に私は鉛筆に近い感覚を持ちました。握力の弱い小学生でも非常に持ちやすいシャーペンの1本だと思います。これからまたこのステッドラーのシャーペンより上のものが出てきたら紹介するかもしれません。でも今のところ断然これ一押しなんで、ぜひ手に取ってみてください。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。